92番いきます。えー、Who is the intended audience for the talk? これちょっとね、早速僕が説明したいことがしにくい文章なんですよね、ま。まず、be intended for っていうのを覚えてください。誰々向けの文章ですですね。で、もうこの場合は、Who is the intended audience なんで、まあこの i n t e n d d っていうのは、何て言うんだろう。誰々を対象としてなんで、対象とされているオーディエンス。 このトークの、この話の対象とされている人は誰ですかっていう意味ですね。まあ、この be intended for っていうのを覚えてください。えー、93ですね。say about parking なんで、えー、駐車場について何か言うってことですね。そのパーキング、駐車について何か言うってことですね。駐車場かあるいは駐車かわかんないですけども、あまあ駐車に関して何か言うってことですね。何を言われるんでしょうか。A はパーキングエリア is full だからパーキングエリアはフルだよと。 で、B は、they are fines, この場合の fines っていうのは、罰金ってことですね。improper parking パーパーなんて、improper だったら、新しくないってことでしょそれのパラフレーズは、inappropriate だし、unacceptable アアだし、もし、not 使われるなら、appropriate, acceptable っていう感じで出てくる可能性もありますよね。まだわかんないです、これは。94ですね。えー、まあ next 問題ですね、しょっちゅうは。next 問題は、next 質問は、最後に注目ですね。英文があったら、やっぱり最後の方に、一番最後に出てくる可能性が高いと。 でこの場合の A の WillB サーブなんですけど、サーブ、B サーブっていうのは、なんか、奉仕するとかってそういう意味合いがあるんですけども、単純にもらえるってことですね。与えられるってことですね。今回はランチが支給されるってことですね。ランチがもらえる、ランチが食べられるってことですね。